こんにちは。S と N の旅、見てくださってありがとうございます。アートプロデューサーの夫、S と25歳年下の私、N、二人旅の Vlog です。時々二人で IG ライブもやっていますので、Instagram を見ていただければ嬉しいです。今回は新型コロナウイルスでの自粛前に行った金沢の冬の旅、美味しかったものを中心にお届けします。まず、巡回バスに乗って駅から宿へ移動します。近江町市場で絶対買い物しようと思って、保冷バッグを持ってきました。加賀町のバス停で降りて、立町のホテルに向かう途中に古い畳屋さんがあって、なんか隣に素敵なお店を発見しました。次回、ぜひ行ってみたいなと思います。S のお気に入りのバー、ロンドン屋さんでは、私の好きなある飲み物を飲みました。この動画の最後の方で出てきます。宿に荷物を置いて、早速、今日のランチ、お寿司屋さんへ向かいました。金沢はもう何回も来てるんですけど、お寿司が本当に美味しくて、この大国寿司さんも、3回ぐらい来たかな。ランチは確か2000円と3000円のコースがあって、とてもコストパフォーマンスがいいです。どのネタも本当に美味しかったんですが、この、白子と、あとトロ、これがもう最高に美味しかったです。どっちから食べようか迷ってますね。白子から食べることにしました。金沢のお寿司は味だけじゃなくて見た目が本当に美しいなと思います。続いて中トロをいただきます。もう、この中トロが本当に手足をバタバタさせたいぐらい美味しかったです。金沢の冬の美味しいものといえば、貝だと思います。とても歯ごたえがシャキシャキしてて美味しいですよね。最後は、カニの手巻き寿司でした。です。そしてその後、近江町市場に行きましたが、この日はお休みの店が多かったです。カニのシーズンでね、カニがたくさん並んでましたけど。で、実は、今回はいろんなお寿司屋さんに行きたかったんですけど、お休みの店が多くて、なんか旅行があるとかね、なので、あまりたくさんお寿司を食べれなかったのが少し残念でした。今映っている場所は小山神社といって、前田利家と松の方のゆかりの神社です。私のおみくじは中吉でした。この時期の金沢って雪が積もってるイメージがあるんですけど、今年は雪も少なくて、とても暖かかったですね。池に大きな鯉がいたので、ちょっと呼んでみました。S は鯉が大好きなので、とても嬉しそうでした。初めてこの神社の奥に小さな山があるのに気がついて、ちょっと登ってみることにしました。私たちパワースポットも大好きなんですけど、こんな感じでこの神社の上に、礼拝所がありました。
かなり気持ちのいい場所だったのでおすすめです。昔染色工房で働いていたことがあるんですが、その時梅の木を切ると梅の木の中が真っ赤になっていて、梅の木を見るといつもそのことを思い出します。甘いものが大好きなですが、チーズケーキが食べたいというのでチーズケーキを食べにやってきました。ここのチーズケーキ本当に美味しかったです。私は古着が大好きなんですが、とてもいいお店を見つけました。この日はお休みだったので、また今度行ってみたいと思います。今回初めてこの金目インさんに泊まることにしました。部屋も広々としていて清潔で眺めもよく、確か料金も7,000-8,000円ぐらいだったと思います。今回私がこのホテルに泊まりたかった理由の一つが、このミュージックバー、前にここでランチしてとてもいい雰囲気だったので、そしてハッピーアワーを期待してたんですが、なんとお休みでした。残念。さて、あっという間に夕食の時間です。このレストランは確か検索して探したんですけど、本当に美味しくておしゃれで、金沢に行くことがある方はぜひ行ってみてほしいお店だと思います。お店の雰囲気はモダンなんですが、ベースは和食みたいなんですね。でこのカワハギの刺身がですね、本当に美味しくて、このお刺身にちょっと肝をつけて食べます。本当に美味しいです。お酒を飲まれる方はこうやって肝だけすくって、これだけでお酒が進んじゃいますね。それでもう一つ美味しかったのが、セリを牛肉で巻いたものです。お肉が本当にジューシーで、セリのシャキシャキ感がたまりません。で実は私が一番食べたかったのがこの椎茸ですね。ドト椎茸みたいな加賀野菜になるのかな。本当に美味しいですね。金沢は古いものとモダンなものが混じり合った本当に素敵な街だと思います。カクテルも大好きな私ですが、この日飲んだのはギムレットでした。さて、金沢の紹介は、後編に続きます。20世紀美術館を中心にお伝えしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。